高田萌生は岡山県新見市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学校3年時からソフトボールをはじめ、明徳義塾中学校では軟式野球部に所属した。中学3年の夏に四国大会ベスト4。高校は出身の岡山に戻り、創始学園高等学校では1年時から控え投手として、 ベンチ入り。2年秋に岡山県大会、中国大会の全球試合79イニングを完投し、中国大会で優勝した。第46回明治神宮野球大会では、初戦で山崎総一郎を擁する鶴がけひと対戦したが、8回5失点で敗退した。第十八回戦抜高等学校野球大会では、初戦で東海大甲府と対戦し、 9回1失点、関東勝利を収めた。2回戦の高松商戦は5失点を喫し、敗退した。3年夏の岡山大会決勝では、玉の光南を9回表に逆転し、創始学園が初の甲子園出場を決めた。この試合で、創始学園は8回終了時に0から1でリードされ、9回表1し1塁の場面で、 南波優平が投げゴロ平刹に打ち取られたものの、自打球でファウルだったとのアピールが通り、判定が追ったため試合を再開。その後逆転での優勝となった。第98回全国高等学校野球選手権大会では、初戦で森岡大夫を打者一巡まで抑えたが、4回から崩れ5回に3応重失点。最速時速1 5 2トルを2度計測したものの、 敗退した。高校の一学年上には、石原厚木、一学年下には、南波雄平がいた。2016年10月20日に行われた、プロ野球ドラフト会議では読売ジャイアンツから五巡目で、指名を受け、11月11日に契約金3500万円、年俸500万円で仮契約を結んだ。背番号は十三。担当スカウトは、増田明則。 2017年はファームで過ごす。オフに20万円増の推定年俸520万円で契約を公開した。2018年7月29日の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板初先発を果たすも2回6安打4死四,四九6失点で降板し敗戦投手となり一軍登板はこの1試合のみでシーズンを終えた。 同年のイースタンリーグでは11勝2敗、防御率2.69、勝率846と最多値、最優秀防御率、最高勝率の3冠を獲得した。オフに160万円増の推定年俸680万円で契約を公開した。2019年は先発を含む2試合に当番もプロ初勝利とはならなかった。オフに 30万円増の推定年俸710万円で契約を公開した。2020年オープン戦では中継ぎで4試合に登板し、0勝1敗、防御率3.86と好調をキープしていたが、開幕が延期となったこともあり、開幕一軍を逃した。2020年開幕直後の7月14日に、 高梨雄平とのトレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。くしくも高梨とは背番号が同じ53であり、互いに移籍先でも同じ背番号をつけ続けることとなった。移籍前後を通じて2020年は1軍での登板はなく、2軍では10試合に登板し、四勝一敗、防御率点六六の成績だった。オフに、 現状維持の推定年俸690万円で契約を公開した。最速時速154キロメートルの直球とスライダーのコンビネーションが持ち味。小学生時代からの憧れであった松坂大輔の投球フォームを研究し、松坂にそっくりなフォームを作り上げ、松坂2世とも呼ばれた。2018年オフに、 松坂に合同自主トレを申し入れ快諾されたが、日程の折り合いがつかず実現しなかった。ありがとうございます。